皆さんこんにちは、 H センスの濱田です。今日はですね、原価がかからず始められるビジネスのご紹介っていうお話です。今日の話の流れは、1、新しいビジネスを始める意義、2、リスクがほぼない原価がかからないビジネスとは、3、将来を見据えてという内容になっております。それではまず最初は、新しいビジネスを始める意義というお話からです。この1年はまさに世界危機と言ってもいいほどの1年間でしたよね。ようやくワクチン接種が始まり、このパンデミックも収束という言葉が見えてきた感じもありますが、あと1年間はこの状況が続くのではないかと私は考えています。それはこの1年間で新種のウイルスが発見されているということから、今後もですね、インフルエンザみたいにウイルスも進化していくと思われるので、まだ時間がかかるでしょう。そして世の中の仕組み、ビジネスなども変わっていくはずです。現状のビジネスがうまくいっていて、今後の予想も上向きならば、新しいビジネスに取り組む必要はありませんが、かなりの業種で変革が求められ、新たなこと、新たなビジネスを作っていかなくてはいけないという企業や商店は多いのではないでしょうか。人は日に日に死に向かいますので、退化の一途をたどりますから、現状維持だと退化していることと同じになります。なので、進化するため、より良い世界にするために、新たなビジネスを作り上げる必要があるのです。ではこれから新しいビジネスを始めるのに、リスクがあるビジネスはなかなか始められないですよね。もちろんリスクなしのビジネスなんて存在しませんが、極力リスクがないものが良いでしょう。それは原価や事務所や店舗などの場所代、人件費がない、もしくは少なくできるものがベストです。今経営が厳しい飲食店や洋服関連の店、雑貨店から大手のデパートまで、今話した原価、場所代、人件費の経費がかなりかかるために、経営が厳しい状況に陥っていますよね。好調な業界はロボット産業や自動車メーカー、クラウドサービスや宅配業者、家にいる時間が多いということから部屋着を扱っているブランドや、原価がかからないコンサルティング業界などです。また厳しいと言われている飲食業界でも、マクドナルドやモスバーガー、スキヤなどのテイクアウトできるところは売り上げを伸ばしています。このようにですね、業績を伸ばしているところとそうでないところと二極化している状況ですよね。こういった状況を踏まえますと、まずは先ほどお伝えした経費を極力かけないビジネスモデルを構築することから、まずは始めるべきでしょう。ではどんなものが考えられるのか、いくつか紹介したいと思います。今後や経費を考えますと、やはりネットショップ、オンラインショップを立ち上げるのが良いと思います。では一体何を売るのか、商材がある、商材を仕入れることができる場合はそれを販売していきましょう。ただしこれは物ではなくても構いません。エステ券や陶芸体験などの体験を販売することも可能ですし、ビジネスアイデアを PDF にして販売する情報商材というものもあります。ちなみにこの情報商材ですが、今ではオンライン化でオンデマンドやリアルタイムで動画で見れたり、いろいろな商材が存在します。特にこれからは教育関連や自分だけが知っている知識を販売することが良いでしょう。特にその人にしかない経験や知識をオンデマンドにしたり、 PDF でまとめたりするものを販売していくのは今後増えていくはずです。これなら在庫リスクもほぼなく始められますので、おすすめです。また普通の商品を扱いたいけども、商材がない場合は、在庫を抱えない仕組みのドロップシッピングという方法でネット販売する方法があります。これもですね、扱う商材によってはかなりの売り上げを作ることが可能ですので、おすすめです。全くのオリジナル商品を作ってネットで販売することも今は可能です。ベースやショピファイなどは簡単にですね、ネットショップが始められる機能がありますし、 T シャツやエコバッグなどであればオリジナル商品をすぐに発注できる工場もありますので、やりがいなどを求めるのならそういったものを扱うのもありでしょう。いずれにせよ、ネットでビジネスをすることをお勧めいたします。また少しリスクを取る、いわゆるある程度のお金を出してビジネスをやるのなら、後継者がいなくて今後有料な業種の企業を買い取ってオーナーになる、飲食店を安価に買い取って新たなアイデアで飲食店をやるってこともチャンスは大いにあると思います。なのでこれもおすすめです。
これからは新しいことにチャレンジすることが大切です。この1、2年はパンデミックの後遺症で景気は良くないですが、2025年、2030年に向けて日本は必ず良い方向に向かっていきます。自動車は自動運転になり、 5G が当たり前で、医療や金融も一新され、まさに進化というものを肌で感じるこの10年間は新しいことを始めるのにベストです。今動かないと自分の会社のビジネスモデルが時代遅れになってしまいますよ。ぜひ今から新たなビジネスモデルを模索して始めるようにしましょう。日本の底力はこんなものではありません。敗戦国ながら経済大国になり、世界第2位にまでなった力は他の国にはない力です。四季があり、平和で食文化が素晴らしい、おもてなしの心を持ち、通信環境が整っていて、サブカルチャーが世界を魅了する日本は、今後絶対にまた景気好調になるはずです。新しいことにチャレンジしましょう。行動しましょう。はい、以上で原価がかからず始められるビジネスのご紹介というお話を終わりますが、皆さんいかがでしたか？ウェブサイトの制作、コンサルティング、広告に関しては、下記 H センスのウェブサイトよりお問い合わせください。お待ちしております。そしてですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。